ラカラよ。ほら、仕方ねえから俺の椿木貸してやるよ。本当にうんこビチビチになるね。あったよ。じゃあ、小遣いやっからさっさと買ってこ。てめえ、じゃねえだろおい。歯磨き粉だ。俺も世界が滅ぶ前にお前の肛門が滅ぶとは思わなかったよ。それが南海の将軍、桂浜の竜、坂本達馬。そうなんていうか、単なんだけど。どうせあの船もパパから買ってもらったおもちゃだろ。本当に。別に一言も君のことだなんて言ってないけど。高杉君じゃねえよ。てめえのせいで舐められてんだろうが。全く恫喝に動じてねえ。それどころか俺たちには目もくれず、戦場を見据えて笑ってやがる。おまんら誰？天柱！買っちゃって大丈夫なんですか、姉上？そうだ。今日は買い物に付き合わせちゃったし、しんちゃんにも着物買ってあげる。兄さん、もしかして着物を買いに？ちょうどいいところに来てくれたよ、よろずやの旦那。なんかちょっと違うかな。何にも違わねえよ。全く変わってねえよ。一応これあいつらの学校指定ジャージだからさ。学校指定ジャージ？ちょっと待て。あれどっか知らなかった。銀さんの一オラがズンボラ星人のジャージだったなんて。これまでか。敵の手にかかるより。行くぜ、ズラ。龍脈眠るこの地、野蛮な猿どもにはもったいなかろう。手でも貸してやろうか、銀時。の普通の女の子だ。お前はチンピラコじゃない。今からはマンピラコ。あんたらは全然溶け込んでないけどね。大丈夫ですよ。ゴキブリがケーキに食いついてきて、汚くてもう食べられないんです。はい、だけどんどん女の子らしくなってくからな。マンビラ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 コ。どこだ、女の子に言われた。なんだてめえ。あ、兄貴どうしたんですか。なんでおめえまで骨折してんだ。そっちは腕一本。今日は全身粉砕骨折してるんで勘弁してください。全身粉砕骨折はどうした。ああ、下手に出てたらあまりに調子づいてたもんで、ちょっとこづいただけじゃ。戦争なんかするか。リーさん、待て、無茶。またしかもこの星のカモメ、うんこでかい。な男の元